こんにちは。久しぶり。久しぶりです。なんかすごいらしいんじゃない。すごい2番らしいですよな。久しぶりです。久しぶり。カズの先生だ。そうですね。カズがちょうどあれぐらいかな。あれぐらいちっちゃいぐらいの時だもんね。はい。すごい。その時。その時にもなんか体操やらしてすごいなと思ってたんだけど、ね、途中からねスノーボードやるっつってみんながまたこうやってねその違う種目行ってもその体操っていうのがうわもう役立ってると思いますよ、ね、少しはこう生きれると思うんでほとんどこれで立て練習したんですよねここであこれで今できる、はい、マックとかもここで練習したし、ほとんど縦回転をここからすいやおおマックっぽいカズのマックになってるこれ痛くなるいやこけなければうわそれって絶対こけなければいいんだよね絶対によしかしあズボンダブダブでも大丈夫なんだね今分かったちょ怖かったですね最後ズボンこういう風になってたもんプロになって変わったこと変わったことは、うん、やっぱ世界に出ることが多くなったことそうだねすごいじゃん決勝に US オープンの決勝に日本人が行くってことがさどれだけすごいかっていうのはスノーボードやってる人間は分かると思うんだよねでもそこで2位だよすげえよどんな感じだったいやなんかあんま信じれなかったっていうか、うんうん、なんかそのでっかさがよく分かんなかったハマってる技スタイルキッカーですねキッカーでハマってるハマってるのはキッカやっぱ
いろんな世界もあるじゃないですか、うんうんうん、それどこでも仲いいライダーいたり、うんうんうん、でどこでもなんか自分のことを知ってる人がいたり、うんうんうん、そういうライダーになってた。いやーだいぶ近いところまで来てんじゃない、それ考えたけでもカズにとってのスノーボードとは、スノーボードとはやっぱもうほとんど人生ですね。